ライブの練習のためにこんなことまで。アイドルの世界は奥深いな。この勝利の栄光を、プロデューサーにアンコールは、ないか。アンコールは、ないか。みんなの声援に応えよう騎士の、<野>あ、いや。 アイドルの鍛錬に終わりはない補給あいや応援は嬉しいものだな騎士たるもの贅沢は禁物だがエヴァはアイドルだからなあっアユレディアイムレディーイッチ ララーショータイムださあみんなも一緒に強いうんプロデューサーは正しい選択をすると信じていた新入り帰ったらメンタルレッスン100時間だ 練習にはぴったりの相手か。私たちにぴったりのステージだな。これはハードなステージになりそうだ。どのような相手でも挑むしかない。私は、アイドルだから。騎士団長、あ、いやアイドルエヴァよ。よ、よろしくね。 前を向いて力強くエースいやマネージャー下がって今日のステージはここまでみんな覚悟して見つめられないほど輝いてみせるからみんな覚悟して見つめられないほど輝いてみせるからよろしくー テンポを上げていくよあとはこのアイドルエヴァに任せてアイドルの話し方、意外と疲れるものだな。プロデューサーの前では、いつも通りでいいのは助かる。遠い異国には、学校を守るためにアイドルになった者たちもいると聞く。親近感が湧くな。プロデューサー、いや、しんぎり。 何をしている姫様はこの格好をすれば誰も気づかないと言っていたが、どうしてお前はすぐに気づいたんだプロデューサー、メールが届いたぞ。次はどんな戦いを、あいや、どんなライブをするか楽しみだねあ、あまりジロジロ見るな 衣装のことはいいそれよりも歌で世界を救おう